ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はブルーザーブロディ初来日吹き荒れるキングコング旋風について触れてまいります。まだ見ぬ強豪の一人、長寿ブルーザーブロディが全日本プロレスに初来日しました。フリッツ・フォン・エリックが短期間の特別参戦なだけに、このブロディが実質的なエース外人となります。ブロディの来日第一戦は大熊元次、伊藤正雄相手の1対2のハンディキャップマッチでした。大熊伊藤を全く寄せ付けず、ブロディはわずか5分で勝利しました。来日第二戦は新春バトルロイヤルで、ブロディは一人で大暴れし、馬場にアトミックドロップを決めるなど強烈な存在感を残しました。来日第3戦はキムドクで、成長著しいドクをあっさりと料理しました。全日本プロレスの1979年の幕開けはキングコング旋風で始まりました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はブルーザーブロディ初来日、吹き荒れるキングコング旋風について触れてまいりました。